は山田監督の、スタッフルーム、今日はそれをここに再現しましてね、対談のステージにしようということになりました。テレビでね、これ26回で死んじゃうんだからダメですって言ってね、で虎さん殺しちゃったのね、なんで虎を殺すんだと、終わるのがいいと、つまり完全に虎を自分の身内だと思ってんのね。で今からうちの若いもんがお前とこ行くからって言って、そんなにみんな虎のこと愛してくれてたんだな、虎さんのことを、これ映画にしたらもう一回スクリーンで一回やることができるじゃないかと、でそれで会社に企画を提出したわけ。あれもアドリブで渥美さんが言ったんだね、それ言っちゃおしまいよという、これ面白い言葉だなと思ってね、最初聞いた時ね、きっと彼が少年時代から喧嘩の時に使ってた言葉なんじゃないかな。そうかい、それを言っちゃおしまいだよ。今でもあれですか、トラさんのストーリーとかエピソードとかふっと浮かんできたりします？いっぱい浮かびますよ、こんなトラさん、こんなシチュエーションだったらどうだろうなとかね、よーい、はい、それじゃあそれ正面が強いんだ、正面をこのくらいにしとけ、ああ、そうそうそう、秋山君のマイクはね、はい、よく街を歩いていたりしますとお客さんに、本当に風天のトラさんっていう人はいたんですってね、ってよく言われるんですよ。よっぽどしっかりしないところは風天の虎という男に何か置いとき物にされてしまうんじゃないかという気がするんです。何気ないことをその何気なく見せないでそのやっていくみたいな難しさ、それがとてもさくらにはあるような気がして。なんてこと言うのよお兄ちゃん。何が？笑ってってことないでしょ、お墓の前で。こんな敵屋のおじさんでこんな面白い人がいるって、敵屋の話を最初雑談でしたのが一番最初でしたね。それがしかし葛飾柴又で桜という妹がいて、こういう虎っていう人間が生まれてくるっていうのは僕は予想もしなかったんですよ。そこはね、あの元気いっぱいな時代、日本人がまだ豊かな気持ちでいた時代、寅さんという映画はまさしくその時期に生まれた。50年の間寅さんがずっと皆さんの心の中にこう生きていたんですね。四ツ谷赤坂麹町チャラチャラ流れのお茶の水粋な姉ちゃん立ちションベイ。